バレンタイン特別番組に秘められたナンバー、アイメンバーの新企画。ファン必見の情報がここにある。華やかなバレンタインデーの魔法がコミュニティに広がりつつあります。今回の特別な日にメンバーが送る生配信番組版バレンタインデーが始まりました。クリスマスの思い出がまだ新しい中、今回は2月14日の特別な日を心温まる出来事と社会的な影響に焦点を当ててお届けします。さあ、 一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。前回の放送ではクリスマスの興奮が残っていましたが、メンバーたちは日々の忙しさに追われているようです。でも、皆さんは忙しさに負けず、様々な準備を進めています。ライブの打ち合わせや振り付け、そして新曲の制作に向けた様々な取り組みが行われています。クリスマスからドームライブに向けて、準備も進んでいるんですよね。でも、 まだ振り付けが入ってないんですよねとの発言からは、彼らのバタバタとした日々が伺えます。進行が追いつかない中、振り付けに追われる姿が浮かび上がりますが、その様子もなんだか魅力的ですね。また、メンバー同士の会話からは、制作期間の中での忙しさやプレッシャーが感じられます。しかし、それでも彼らは前向きに進んでおり、新曲に対する期待と興奮が伝わってきます。制作の合間に行われる会話や笑顔が、 グループの結束を感じさ,せますさて、久しぶりの登場となるメンバーもいます。最近はどんなことをしているんでしょうとの質問に対して、彼らは制作期間に入ってからの忙しさを綴ります。楽曲や振り付けに時間を費やし、一生懸命取り組む姿勢が伝わってきます。一方で、楽曲が多すぎてどれから手をつけていいか迷っているとの発言もあります。 この言葉からは、彼らが制作に余念がないことが伺えますが、同時に多くの楽曲に囲まれる中での悩みも垣間見えます。しかし、その悩みもまた、クリエイティブなプロセスの一環と言えそうです。そして、新曲の発表に向けての期待が高まります。本当にありがたいですね。楽曲がたくさんあることは、本当に羨ましいことです。との言葉からは、ファンへの感謝の気持ちが滲み出ています。 彼らの真摯な態度とファンとのつながりがグループの成長を感じさせます。最後に大東からのメッセージ。前回の反響が嬉しかった。皆さんの温かいサポートがあってこその楽しい時間でした。これからもこの13人で続けていきたいと思います。との言葉からはメンバーたちの団結力とファンとの絆が伝わってきます。今回のバレンタインデー特集では 彼らの日常の一端とクリエイティブな取り組みが垣間見えました。忙しいながらも前向きに進むメンバーたちの姿勢には共感を覚えます。これからも彼らの成長と新たなエピソードに期待が膨らみますね。どうぞ彼らと一緒に素敵な時間を楽しんでください。